いつになったら実家を出ますか？あなたが売れ残る女にならないためにすぐにでもやっておくべき9つのこと。90日以内に彼に君の両親に挨拶したいと懇願させる、その秘密のテクニックとは？男性から届いた落ち込み気味の LINE メールに対してどんな返信をしたらいいのか迷った経験のある女性は多いと思います。そこで今回は元気がもらえる愚痴 LINE メールへの返信についてまとめてご紹介します。 1. 大変そうだねと気の毒がるメール。それはきついねと辛い立場を理解してくれた20代男性など同情を寄せるメールに癒されるという意見です。否定しないで聞いてほしい20代男性と感じる男性は多そうなので、まずは相手の苦境に心から共感する姿勢を見せると喜ばれるでしょう。2. 体は大丈夫？など体調を気遣うメール。ちゃんと食べてる？とか体を心配されるとグッとくる20代男性など、いたわりの言葉に弱い男性は多いようです。精神的にダメな時は体もダウンしがち、20代男性というようにダメージが大きいほど気遣いの言葉が伝わりやすいと思われます。 3. 頑張れと絵文字付きで応援するメール。女の子らしくデコってあると普通に嬉しい20代男性など、絵文字やデコ目を駆使した返信は概ね歓迎されているようです。文字だけよりも愛情を感じる20代男性という見方もあるので、好意をさりげなく匂わせたいときは工夫してみましょう。 4. 実は私も3が苦手でなど悩んでいる内容に共感するメール。そうそうあれ面倒だよねなんて同意してくれると気持ちが軽くなる20代男性というように、理解されることは何よりの励みとなる場合があります。どんな点に共感するのか具体的に示すと、上辺だけではない思いやりが伝わるのではないでしょうか。